新型コロナウイルスによる肺炎が、しぶきや接触だけでなく、エアロゾル、空気中に浮遊する微粒子形態でも感染するという主張が中国から出た。中国メディアの報道によると、上海市民政局の蘇軍副局長は8日の記者会見で、衛生防疫専科度屋の意見として、現在の確定的な新型肺炎感染主要経路は、直接感染、エアロゾル感染、接触を通じた感染と判断されると明らかにした。特に、蘇副局長は、エアロゾル感染は、飛沫が空気中で混ざり合って、エアロゾルを形成し、これを吸入して感染するものと説明した。続けて、予防と関連し、一切の社会活動関連の会合を取り消すべき。新型肺炎状況が激しい地域の知人や、友人が訪ねて来ようとする場合には止めるべきで、窓を開け頻繁に換気すべきと話した。また、ドアノブや机と椅子、便座などを 75% のエタノールなどで拭いて、消毒すべき。手をきれいに洗い、咳をするときに口と鼻を塞ぐなど個人衛生も徹底しなければならないと呼びかけた。その上で、空気、接触を通じた感染を引けなければならない。疑われる患者の分泌物との接触を避け、個人生活用品を一緒に使ってはならない。握手やハグなども避けるべきと付け加えた。現在まで中国では3万人を超える患者と700人を超える死亡者が発生している。